and gentlemen, are you ready? Make some noise! What's cracking, dog? What it do? This is R2 Radio. R2 Radio? With a homeboy, Roro. And your homegirl, Risa. Check it out. What's up, everybody? I'm Roro, American rapper and producer, and I'm here with bilingual singer-songwriter Risa, and we are R2 Radio. And today we're at with Harajuku Hall for our exclusive interview with artist and illustrator Chokomu. So thank you, Yay! Thank you for sitting down with us. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. So I got a chance to get a preview of your exhibition, and it's really nice. Can you tell us the theme and tell us a little bit about it? 今回のテーマは、はい、あの個展のタイトルがアワーシークレットパーティーっていうタイトルなんですけど、はい、あの会場に来た人しかわからないような小さなパーティーのような個展で、はい、あのやってます。なるほど、かわいいですよね。かわいいなんかもうイメージが入った瞬間に。ありがとうございます。はい、So we see the exhibition and all the things you've done, but let's take it back to the beginning. What inspired you to do art draw? あの私もともとイラストレーターになろうと思ってたわけじゃなくて、あの犬のカットとかをするトリマーだったんですよ。はい、あ、はいはい、で、あの猫ちゃんをカットした時にアレルギーが出ちゃって、うん、やめることになって、はいはい、でニューヨークにその後、うん友達と旅行に行ったんですけど、はい、その時たまたま絵が売れて、でだんだんその作品をブログとかに載せるようになりだして、はい、お仕事が入ってってだん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 こうイラストレーターになっていったっていう感じなんです。なるほど、もう自然にそういう方向に進んでいったっていう感じですかね。そうですね、はい、でもすごい楽しそうだなんか。あ、そうです、なんか、はい、あの、ね、元々があのそういう専門学校に行ったわけでもないので、はい、本当に自然な流れでなったって感じ。カリスマですね。I seen where you said you got inspired to do your art more seriously when you went to New York. What about that trip to New York inspired you to do your art more? あのまずニューヨークの街自体が本当に初めて行った海外だったので、うん、すごく衝撃的で、うん、あの街中アートなのと、うんうん、あとライブに行ったらすごいアーティストたちがいっぱい出てきたりとか、はいはい、そういうヒップホップのカルチャーにすごく影響されて、うん、で一回ハマっちゃって何回も何回も行ってました。はい、わー、やっぱアートの街でもありますし、音楽もすごいですよね、はい、ニューヨークは刺激が一番あの、うん、あの影響を受けたのは、うん、本当にアーティストじゃなくても無名でも、うん、あの何でもアートをこう見てくれるというか、うんうん、誰が描いた作品とかわからなくてもあのアートに興味があって購入してくれたりとか、はい、そういう、はい、文化がすごく意識が全然違いますよね。Mm. I know coming from Japan and like it's a different culture from the USA. So when you first went to the USA, did you have any eye-opening like experiences or like some culture shock moments that you can tell us about? あの、絵とは関係ないんですけど、こう通りすがる人がすごいあのアウトフィットのこととか褒めてくれたりとか、なんかすごい話しかけてくれたりするのがすごくカルチャーショックだったのと、あと本当に街中にあのアートが溢れてて、まあ落書きというか本当にアーティストの人が描いたのもありますし、ステッカーがいろんなところに貼ってたりとか、そういうのがすごくカルチャーショックでした。The first everybody greetings and art is everywhere on the street and people just talk to you, don't know you, like how you doing? like, who are you? That's funny. ね、フレンドリーですもんね。そうですね、なんか私京都の田舎育ちなので、はい、余計になんかすごくあの違いがあって、そうですよ、和と洋っていう感じですね。そうなんですよ。なので初めて行った時にすごくカルチャーショックでした。なるほど、はあ、なんかインスピレーションを受けたアーティストなどいらっしゃいますか？アーティストというよりは、うん、あの昔のアメリカのポップカルチャーがすごく好きで、
あのモノトーンだった時代のアニメーションだとか、はいはい、例えばコパイとか、ベティちゃんとか、その昔のアメリカのポップカルチャーも好きですし、うん、その私京都生まれなので、うん、京都のそういう伝統文化とか、うん、あの書道をやってたりとかして、なんかそういう和と洋を自分の中でミックスして、うんうんうん、そういうことに結構インスピレーションは受けてます。なるほど、はい。So is there like a purpose or meaning like for some of your characters? あの私のこのメインキャラクターのハートの、このキャラクターはあの私がそのアーティスト名をつける前から、なんとなくサイン代わりに書いてたキャラクターなんですよ。で気づいたらずっと長く使ってるんですけど、うんうん、ハートってすごいあったかい優しいイメージなので、うんうん、あのずっと使ってあのキャラクター化したっていう感じです。なるほど。 This was her、signature character before she started and really like、mainly could have the career. It's really nice, a heartIt mm-hmm. signifies love. And yeah, I know that was your main character because I see it everywhere when he talks about you. So what does love mean to you? Love も、恋愛のラブというよりは、あの人と人との関係性みたいなのをいつも作品で表現していて、はいはい、なんか思いやりだったり、そういう部分を、あのラブで表現しています。へえ、なるほど。You've collaborated with many popular brands over the years. Do you have any like favorite collaboration that was like one of your favorite things to do? あの過去というか今までたくさんコラボレーションしてきたのはリーボックさんとか、あとはあの一番この個展でもコラボで置いてるんですけど、ヤマハのピアノ、かわいいですね。はい、あの今コラボした作品が会場に置いてあります。はい、で立体ですごく大きいので、あのインパクトもあって、私もあの一番最近したコラボレーションで印象に残ってます。あれ本当に可愛かったです。パッと見た瞬間で、ね、可愛い。あれ本当に皆さん自由に弾けるピアノだったので、いろんな人が来て、あの演奏してました。いいですね。素敵です。I see going back to the character, you know, the heart character, the one on in your exhibition, the name is Don't Touch. why did you name it Don't Touch? あの昨年じゃなくて前回の、あの個展で初めて立体のフィギュアを作ったんですね。で、それまで名前がなくて、でお客さんがあの会場に来られて。彼がこういうポーズで立ってるんですけど、なんかセキュリティみたいなイメージだったので、なんか彼がドントタッチって言ってたらすごい面白いねって言って、あ、なるほど。でもハートなのにすごく触れてほしいはずなのに触れてほしくないって言ってるのが、なんかシャイっぽくて可愛いっていうので、はい、ドントタッチにしました。 Sound like a mean story. Oh, I see. That's the pose. I get it now. Security for love. That's dope. Yeah, that's good. So, I know you say you like music and like hip hop really inspired you. So, when you was creating this exhibition, what type of music was on your playlist? Hip hop が一番大好きで、初めにニューヨーク行ったきっかけも、好きなアーティストさんとかがライブするので、それに合わせて行ったりとかしました。あ、なるほど。はい、なのでアーティストでいうとキューティップとか、あ、でもスヌープドッグも好きです。あの作業する時とかはこう、音楽聴きながら、ヒップホップでちょっと上げながら、はい、作業することが多いです。はい。I see your book there. That's is that like a book for your what is that?これあの今回の個展の作品が全て載ってる作品なんですよ。Everything in there. そうなんです。あのこの時期なんで、地方から東京に来れない人たちのために作ろうっていう企画で、はい、なのでこれは会場でも売ってますし、あのウェブサイトでも販売してます。へー、わー、ぜひ皆さん、あの会場に来れない皆さんもこの本でエクスビションを楽しんで、はい、いただけたら嬉しいですね。And we're also wearing your mask. It's really, really nice too. But you have like a lot of merchandise. What type of merchandise do you have?
どんなグッズが他にもあるんですか？今回のその個展で全部新しいグッズなんですけど、うん、エコバッグだったりとか、はい、まあ、これもそうですし、うんうん、あとモバイルファン、こういう涼しいやつとか、はいはい、いろいろ作りました。あ、いいですね。本当に日常使える、あ、そうですね、アイテムというか、あのツイッターでお客さんに、うんうんうん、どういうものを作ってほしいですかっていうので、あのコンタクト取りながら作ったので、はいはい、はい、あ、だからですね、はい、あ、すごい素敵な、もうこれがたくさん並んでましたね。そうです、これめちゃくちゃ並んでるんですよ。すごい可愛かったです。なんか誰か可愛いなんかお家に遊びに行ったみたいな感覚で、あ、そうですね、うん、こう抱き心地もいいので、うん、すごくふわふわ、はい、おすすめです。So with your art, it's really, it stands out, it looks really nice, but what message do you want to give to people that looks at your art? 全体の作品のテーマが常にそういう愛だったりとか、うん、ピースだったりとか、そういう、うん、まあ、自分がポジティブな時に描く作品ばっかりなので、うん、まあ、そういうこと伝えたいんですけど、うん、まあ、今回こういうコロナになっちゃった時期とかもあって、うん、なんか人と人との関係性みたいなのを感謝とか、そういうのを今回の個展では表現したのが多いです。なるほど。本当にもう入った瞬間からもうハートだったりとか、ラブをすごく感じる、あ、うん、ありがとうございます。エクスビションだと思いました。はい、うん、やっぱあれですね、スタチューっていうか、このキャラクターのなプラス、あれは何でできてるんですか？プラスチックなんですか？あれは中が、うん、ちょっと発泡スチロールみたいな。あ、そうなんですね。はい、でも2メーターぐらい。そうです、結構大きいですよね。はい、あるので、皆さんでこう、何人も大人たちがこんなして運びました。すごい。ぜひ会場で見ていただきたいですね。ぜひ、実際見た方がこう迫力があると思います。本当になんか立体感も。みたいな。はい。結構頭にインパクトが。そうなんです。なんかこれで見たら分かるんですけど、はい、もう顔から足が生えてるので。そうですよね、本当に大きいハートで、はい、かわいい。実際見に来てほしいです、ね。はい、あれはちょっと見てほしいと私は思いました。So you've collaborated with so many companies, but do you have a bucket list collaboration, like a company you're thinking maybe in the future I want to do this or collaborate with that? Do you have any?これからやってみたいコラボレーションなどありますか？ブランドさんとか企業さんとコラボすることが多いんですけど、うん、なんか今回その2メーターのドントタッチくんを作ったので、うん、なんとなくこう大きい立体の作品とかもっとチャレンジしていきたいなっていうのはあります。Like a big object. Oh, I see. Maybe like an airplane or something like that. そうそう、 or a building. That would be nice. ああ、絶対かわいい。飛行機とかやりたいですね。いいですね、はい、飛行機。なんかもっと雰囲気が変わりそうですね。そうですね。なんか空ってすごい広いから、うんうん、大きい飛行機に描いてもちっぽけじゃないですか。なんかその表現の仕方がすごい面白そう。なるほど、壮大な中に。はい、いいですね。ぜひ見てみたいです。私もやりたいです。全部言っとくみたい。京都出身の、はいはい、先ほどもちょっと話題に出ましたがチョコボールさんなんですが、はい、なんかこの京都出身ならではのアイデンティティっていうのはこのキャラクターとかにも影響はあるんでしょうか？あ、そうですね、うん、その先ほど言った感じで、うん、アメリカのポップカルチャーと、うん、そういう日本の伝統文化を自分の中でミックスしているので、うん、モノトーンだったりとか、はい、そういう部分で表現をできているのかなと思います。なるほど。だからなんかなおさら和と洋がこういいようにマッチングしているというか、はいはい、そうですね、はい、書道とかをずっとやってたので、うんうん、筆で水墨画みたいなイラストを描いたりとかするのもすごく好きだったので、なのでなんとなく今もモノトーンなんだろうなっていう、はい、なるほど、なるほどですね。かわい、すごい、いい感じに出てますね、じゃあ。でも絵は結構小さい頃から描かれていたということをお聞きして、はい、どんな当時はどんなお子さんだったんですか？当時はイラストを絵を描くのすっごい好きだったんですけど、はい、すごいシャイで、でも友達とかとふざけたいんですけどすごいシャイなので、うん、友達の前だけふざけてるような子でした。あ、そうなんですか。はい、なのでイラストを描いたりとかするのは本当に、うん、
向いてたと思います。自分の世界に入れるので。へえ、なるほど。その時はどんな絵を描かれてたんですか？その時はあの学校とかでも授業中先生の似顔絵描いたりとか、あとはあのヒップホップのアーティストのジャケットを模写したりとか、やってましたね。あ、なるほど。あの夢を追って頑張ってる方たち、そしてあのイラストレーターを目指しているアーティストさんたちに向けて、コムーさんからアドバイスがあれば教えていただけますか？あ、でも私も本当に、すごくラッキーというか、なんか好きなこと続けていてお仕事になったタイプなので、今そうやってあの絵を描くことが好きな方とかがいらっしゃったら、こう長くずっとあの続けてもらったら、あのつながるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは最後にあのファンの皆さんと視聴者の皆さんにメッセージをお願いいたします。9月の28日まで原宿で個展をしているので、ぜひあの会場に遊びに来てください。ありがとうございました。So that concludes our interview with Chofun Mu. We want to thank you for sitting down with us, and we want to thank you all for tuning in. So we'll see y'all next episode. Peace.